レイクが出ましたね、レイクが。わー、レイクです。猪苗代レイク、静かだ。はい、おはようございます、玉尾でございます。ですね、今いつもとは違う景色を見ていますね。まあ、埼玉県じゃないことは確かです。ですね、今朝の6時、いやもう7時になったか、朝の7時、会津若松市の方を走っております。城がある鶴ヶ城、ここも立派なお城がありますね。やべえ、これ駐車場入っちゃうかな。軽く見に来ただけなんだけど。ちょうど木に隠れて見えない。なるほど。これからですね、その猪苗代湖に行くんですが、まあちょっと49号っていうね、国道を通って行くのもあるんですが、ちょっと裏の峠道みたいな方を行ってみたいと思ってですね、この会津若松市のこのメイン商店街、まあ今朝だから何もやってないですけどね、この新明通りっていうところを抜けて、もうそろそろ右に曲がって、なんかいい感じのね、山道を発見したんで、そっちに行ってみようかなと思ってますね。方角的にはね、まあちょっとこの地元じゃないんでどこだってなかなか説明できないですけど、まあ1年に1回来るぐらいなんでね、なんとなくの道知ってるぐらいなんでね、あれなんですが、この左手に福島県会津、会津大、福島県会津大学短大部を、福島県会津大学短大部を左手に見ながらの、このちょっと山に向かってぐい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 登っていくわけでございますね。でもちょっと浅すぎたな、これ浅すぎた、まだガスってるわ、ちょっとガスってますね、ちょっとガスってるけど行ってみましょう。あの山越えたら天気いいかもしれないかな。さて、これをお曲がりになりましてですね、これをまっすぐ行けばね、だいぶ猪苗代湖に近いところに出る、まあ俗に言うくねくね道ってやつがあってですね、これ結構車いなくてよかったんだよね去年。ああ、登ってる登ってる。これは国道で行くよりもね、まあ、くねくね道が好きな人だったらいいかもしれないですが、これ若干路面が荒れてますね。路面が荒れてるので
やっぱ夏だからこの森の鬱蒼としてる感が、結構タイトなカーブが多いですね。見晴らしが良くなってきた。ああ、これ天気良きだな。全部見えたんでしょうけど、冬とかの方がいいのか。冬はダメだな、こっちは雪が降るからな。もうちょっと寒くなったらいいかもしれないですね。おお、登ってきた登ってきた。でもなんかこの時期はね、下手に山ん中行きすぎるとなんか熊出るらしいっていう、なんか毎日熊が出た情報が出てるよみたいなことをね、親戚が言ってたもんで、まあこのバイクで走ってればね、いきなり見つけてもすぐ逃げられると思うんですが、だいぶ熊とかね、イノシシがね出てるらしいという情報がありますんでね。地図的には49号がね、もう見えてきましたね。49号の結構上の方と合流して、もうちょっと走ればいいな、白子みたいな感じのはず。確かこの峠道を気持ちよく抜けた後は、あとはもうすぐそこに湖が、海みたいな湖と、あと琵琶湖ってあるやつ見たことないんですよね。そもそも関西地方にあんま行ったことない。琵琶湖ってどんな感じか見てみたいな。うわあ、なんかもう熊情報下手に聞いてるから、なんかもうどっかいるんじゃねえかって思っちゃうね。わお、これはそば畑か。あれ、わあ、地図ではつながってるけど急に舗装がなくなった。ダーティー路面になっちゃった。ダーティーで、でもまあこのバイクだったらいけんべ。なんか看板立ってた。いやー、これはちょっとカウル付きとかだったら行く気起きないな。あ、でもフラットだな、フラットダート。なんだ、湿原って書いてあった。湿原、湿原、湿原違い。あー、こういうバイクだったらこういう道は楽しいかもしれないですね。開けた開けた。猪苗代湖の東、猪苗代湖があって、こっちが49号だからこっち側か、西側、こっち行ってみよう。西側ね、ウエストサイド。猪苗代レイクウエストサイドにレッツゴーですね。中田浜ビーチ、
中田浜っていう方にとりあえず行ってみることにします。模範的な一時停止。湖南港って今看板に書いてあったな。県道の読めない376号線このそば畑をね横目に見ながら突き進んでます。ああそば畑か。これでそば畑じゃなかったらちょっと恥ずかしいな。高ぶりもいいとこになっちゃう。あ、出ましたね、出ましたね、レイクが出ましたね、レイクが。わー、レイクです。猪苗代レイク。静かだ。波風なし。あー、会津磐梯山は多分あっちの方だよね。どっか見えるとこあったかな。今日はちょっと雲多いから見えんかなこれね。あ、うん、あ、あ、いるじゃんいるじゃん。あー、またこれはいい眺めですな。うわー静かだ。だんだん今日も天気良くなりそうだね。この穏やかなね湖を見ながらご飯を食べたりできるってね。朝から美味しそうなことやってますね。おお、これは見晴らしがいい。あんま端っこ行ったらポロって落っこっちゃいそうだ。いきなり峠道になった。攻めろ。濡れてる。危ねえ。また山登っちゃったよ。道路の端っこに苔生えてるからな。いくらアドベンチャーバイクだっつったって苔乗ったらアウトでしょ。
おお、一面の田んぼ。もうちょっとしたら稲刈りの季節かな。ここライダーいるやん。ライダーがキャンピングしてるじゃん。ライダーがキャンピングするのはこっちの浜なんだ。いるじゃんいるじゃん、遠くを見つめてる人たちが。あー、道なくなったな。もう湖畔沿いは行けないのかこれ。なんだあれは。あそこ行けっかな、あれ風車だよね。あそこ行きてえな。いや、あそこの風車がいっぱいあるとこ、あれね、布引高原っていうみたいなんですよ。布引高原、この猪苗代湖のこのウエストサイドゾーンからどうやらここまで42分で行けそうなんで、ちょっと行っちゃいましょう、これ。あれすぐ、下で見たら結構やばいぞ、あれは。レッツゴー。